ウェイ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 、どうもどうも、 YouTube をご覧の人間の皆さん、なんだって挨拶あの魔力でございます。魔界からこんばんは。チャレンジ、あ、魔力でチャレンジ、魔力でチャレンジ、魔力でチャレンジで料理に今日は挑戦したいと思いますね。そんなわけで、じゃあまずは料理の姿に変身だ、トミーさん。トーフォー、はい、どうだ、料理の姿に変わりました、トミーさん。まあね、エプロン、エプロン、エプロン、やっぱ料理ということでね、エプロンにまして、トミーさん、やっぱトミーさん乙女属性あるから、可愛らしいエプロンで、はい、可愛らしいエプロンでね。で、魔女君もね、やっぱりね、レザーね、帰り血を浴びると思うんでね、はい、やりましょうよ、何を作りますかというとね、今日は、魔女君の好きなドイツ料理をね、ドイツ料理を作りたいと思います。ドイツ料理、なんだと思います、トミーさん。ドイツ、ドイツに、いや全然寒いからダメだ。はい、そういうわけで、はい、ドイツ料理ということでね、ハンバーグですね、ハンバーグ、魔女君も大好きなハンバーグを本日は作りたいと思います。ウェイウェイウェイあのドイツ料理、ハンバーグに挑戦したいと思います。ハンバーグといっても、しかもディアブロ風ハンバーグ、悪魔のソース、そんなディアブロ風ハンバーグに本日はチャレンジしたいと思います。それでは魔界でジェネラルクッキング、はい、材料です。ハンバーグの材料、合いびき肉 400g、 はい、トミーさん見せてあるんですか、カメラに、はいはい、どいてどいて、はい、ハンバーグ、合いびき肉 400g、 次玉ねぎ 100g、 玉ねぎね、玉ねぎこれ2個あります、後々ソースでも使うんで、次パン粉 50cc cc でやるんですね、パン粉 50cc、はい、牛乳、次牛乳 40cc、 あ、美味しい牛乳ね、大丈夫1リットル飲んでね、腹を壊した、2リットルかで、卵1個、はい、卵1個、はい、で、塩、胡椒、オールスパイス、油、まあこの辺はね、この辺は後々、はい、調味料ですね。あとディアブロ風ソースに使うのはオリーブオイル、オリーブオイル、はい、と玉ねぎ、玉ねぎみじん切り半分から1個、これもそうですね。で、にんにくみじん切り、塩少々、酢、砂糖、醤油、バターはなくてもいいっていうんで入れません。で、酢も1個ある。で、砂糖、コンソメということで、じゃあ料理にチャレンジしたいと思いますね。はい、じゃあまず工程1、玉ねぎはみじん切りにして耐熱皿に入れ、ラップを軽くかけたら 600W の電子レンジで8分チンする、だって。はい、じゃあね、玉ねぎみじん切りからいきましょう、トミーさん。今から調味料とか多分準備してると思います。じゃあね、トミーさんが向いてる間に、マジョくんめんどくさいんで皮ごといっちゃいます。そうだ、こっち皮ごといっちゃいますね。はい、マジョくんね、やっぱね、料理はね、結構ね、昔はしてたんですよ。何百年前、そうですね、学生時代なんで学生時代なんでね、それ室町ってそうですね。でね、あれがね、ファミレスで働いてたことあります、マジョくん。今日ね、あ、そうだ、説明し忘れましたね、トミーさんの作業場、事務所で今日はね、この動画を、はい、この動画を撮ってるんですけど、やっぱ作業場ということでね、包丁の切れ味がトミーさん、包丁の切れ味が、そうですね、これはまあ料理はここではするんですか、あまりフォークはしないですね、ね、そうですね、はい、玉ねぎざっくりやりました、みじん切り、はい、で、玉ねぎはみじん切りにして耐熱皿に入れ、ラップをかけたら8分チンする、はい、じゃあ耐熱皿、トミーさん出してください、すいません、トミーさん、はい、かけますね、はい、ここでよかった、え、汚いトミーさん大丈夫、これ洗ってあるか、洗ってあってこれな、あ、本当に洗ってあってこれな、やっぱもうちょい入れたいかな、始まりました、クックパッド蒸し、クックパッド蒸しタイム、だって玉ねぎ好きでしょ、まあ、トミーさん好き、玉ねぎは塩、
塩サラサラにするからいいんですよ。ちょっとやそっともう危ねえ。怖い怖い怖い。傷大丈夫ですか。危ないな。え、マジで全然大丈夫。だんだん入ってくる。全然大丈夫。これをラップをかけてください、トミーさん。はい。はい。プロのラップ。ラップがね、普段使わないから、向かい来るの。あ、こっちになってる。あ、こっちになってる。当たる。トミーさん、遅いよ。はい、レンジお願いします。後ろにレンジありますのでね。その間に、魔将軍は、合いびき肉に塩コショウオールスパイスを加えよくこねる。しっかりこねることで美味しいハンバーグになりますとのことです。入れちゃいます。はい。あ、これ一回やろう。辛ってありますね。あ、そう、はい、あ、いいよいいよ、水あれば水あれば。めっちゃ水こぼしたね。めっちゃ水こぼしたね。はい、合いびき肉入れます、ね、この肉は、この肉は何の肉かな。煮豚って言った。はい、で塩コショウオールスパイスを加えよくこねる。博多の塩ですね。博多の塩。かわいい。大丈夫大丈夫。おさじ1じゃないみたい。グラムね、ちょっと多めだからね。2個多めですか。2個多めだから。コショウ、コショウを2振り。2振りですか。ないです。で、オールスパイス、オールスパイスを4振りって。4振りしてそう、あれなんですよ。オールスパイス、オールスパイスなんですけど、これオールスパイス、オールスパイスって4振り。オールスパイスってこう玉なんですよ。どう思います？4振りしたらなくなる。あ、でもこれ4振りしてみようか。4振りちゃう。2振りで今ね、やめとこう。これさ、ダメだよね。ダメ。これ入れてたら。これ切ります、切ります。そうですね、これ叩きます。うん、あの風味を味わうもの。そう、風味の塊。多分風味なんで。よいしょ。はい、包丁で潰して入れます。さあ、これで、うん、あの香りさん、甘口です。ほら、よくこねる、よくこねる。はい、じゃあこねます。ね、まさく手汚れもやらかちゃんとしている。手汚れもやらかこねます。ね、で、しっかりこねることで美味しいハンバーグになるそうです。ここで。で、次は冷めた玉ねぎに牛乳、パン粉を加え、冷まさなきゃいけないんでしょ。よいしょ。で、玉ねぎができるまでちょっと待たなきゃいけないのか。ディアボラ風ソースも作った方がいいのかな。あ、じゃあトミーさん、みじん切りもう一回作っといてください。玉ねぎね。みじん切りを、うん、トミーさん、玉ねぎ大丈夫です。やってみる。はい、トミーさん、作っといてください。魔女軍ずっとこねてますよ。全部全部全部玉ねぎ好きだから。分かった。絵面がおばさんだよな。トミーさん、絵面のおばさんで今食べてみると。ピンク好きね。そうね、ピンク好き。絵面がやばい。そのままちょっとあの買い出し行く。やだやだやだ。スーパーに買い出しに。あらあら、お魚忘れちゃったわ。やだ、スーパーに買い出し行ってきたよ。涙。なんでよ、マスクしてんのに。全然大丈夫だった。頑張って。
じゃあ、じゃあ、じゃあ、ロミさんこねて、ロミさんこねてじゃん。あの、粘り気出るまでこねてね、涙に、涙に弱い全然綺麗じゃない、全然綺麗じゃないっすよ全然綺麗だよね。あ、チーンできましたね、ちょっと出しますね。あ、いつもこねてくださいあれなんかびちょびちょになってるだけ大丈夫なのびちょびちょになってるし大丈夫だ。これラップ使っ暑いです、暑いですね、暑いよね暑い暑いよ熱耐性持ってないよ、正直熱い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 。これ冷まさないで、とにかくこれさ、ラップきっちりしちゃう、きっちりするって書いてあるんですよ。軽くかけたらって書いてあるじゃないですか軽くかけないとダメだよ。ラップしたらもうちょっと、あ、俺だっけ、あれだっけ、あ、俺か、軽くかけないとダメだったね。冷やしたい、冷やしたいな。どうやって冷やそうかどうやって冷やそうに入れたの。ザル、あ、これ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 食べやる、これザル、でも一回水洗いしていいの、これ冷めた玉ねぎの牛乳パン粉、冷めた玉ねぎ水洗い、玉ねぎって水洗いする、玉ねぎって水洗いしていいのかな、まあいいかね、じゃあね、玉ねぎを玉ねぎ水洗いしたらこれ絶対べちゃべちゃになっちゃうと思うんだけどな、まあいっか、水をちゃんと切ろうはい、で水を切った玉ねぎに、水を切った玉ねぎに、あ、いいよ、どんどんこねて、これあの一番大事なので牛乳 40cc んサイダーふみさん、はず、あ、はさみ牛乳 40cc、 ね、この牛乳 200ml だから 40cc は何分の何、半分、半分ちょ、半分もいかないか、こんぐらいかこんぐらい、はい、で、卵、うん、パン粉を加える、パン粉を加える、パン粉を加える、パン粉が 50cc150g 10分の1もうちょいかな、このぐらいかな大体だよ、料理なんてね、魔界の料理は大体です。パン粉を加えたら合いびき肉に加え卵も加える、じゃあトミーさんこれ入れますよ、ね、入れます、米神さん、面白い、あ、美味しそう、もうこのままいけんじゃないで、ちょっと待って、卵も加える、これ卵も1個加えます、はいはい、じゃあこねてください。マジでさ、料理、料理する人すごいよねあの、魔女部さ、スーパーで買い物するわけじゃん、こう、あの素材、何を使うか、もう、パン粉見つからないんですよ、パン粉売りが、結局、あの、おじさんに聞いて、パン粉どこですかって聞いたんですけど、パン粉見つける前にさ、ハンバーグを美味しくできる粉みたいなのを見つけたからさ、もうそれでいいじゃんって思ったんですけど。ね今の世の中でも料理をすることによってその料理のありがたみをね分かるっていうことが大事なんだよ、やっぱり料理をね作ってくれてる人に感謝をするのも込めてね、今回はチャレンジ企画としてね、ハンバーグを、じゃあ
トミさん、お皿を出してもらって、なんか、適当のいい。で、10センチから15センチの楕円形に、10センチ、15センチ。あれ、自分の食べたい大きさのハンバーグ、作りましょう。やめてください。それやめてください。焼くのにどんだけ時間かかるの。で、こねるんだよ。その辺もう手でいいんだよ。気にしないで。こんぐらいじゃない？こんぐらいじゃない？こねるんだよ。こねる。見たことないの？違う。見たことないの？手でいってる。これべちゃべちゃじゃん、これ富士さん、大丈夫？これなんかネギトロみたいな感じだけど大丈夫これ。ハンバーグのカメってこんな水っぽいっけ。こんな感じでなんかやってなかった。で、真ん中にくぼみがなんかくぼませる。いや、もうまだかな。まず種を作ろう。ラップを引くよ。このラップを引いたところに置けばお皿も使わなくていいんじゃないですか、お兄さん。すげえ、僕ネギトロみたいだよ。フライパンに油を引いたらハンバーグを並べ、中火で焦げ目がこんがりつくまで焼く。大体2分くらいです。2分くらいだって、お兄さん。かけソースも同時に作りましょう。みじん切りにしたニンニクをオリーブオイルで炒める。オリーブオイルね、みじん切りにねしたやつをね、ニンニクみじん切りにするの大変だったんで、この S&B のみじん切り生ニンニクを買ってきました。大さじ1だって。上がったそれ。オリーブオイル引いてから新しい魔界流な、魔界流油を引いてから水洗いするっていう。どうしたっけさ。どうした、お母さん。お母さん。お母さん、さくらんぼ柄だね、お母さん。お母さん、さくらんぼ柄じゃん。はい、大さじ1入れた。でね、ちょっと待って、ニンニク1個、みじん切り、わかんない、数わかんないけど、どれかな。あ、ちょっと待って、はい、あ、美味しそう。あ、美味しい。これだけでいける。これだけでいける。みじん切りにしたニンニクをオリーブオイルで炒める。ニンニクの香りがしてきたら玉ねぎのみじん切りを炒める。はい、そうです。同時進行で、じゃあ魔性でそっちやるから。じゃあハンバーグも準備しといて。オリーブオイルで炒めちゃう。あれ、すげえ跳ねてるよ。すげえ跳ねてる。これ魔性の衣装、これ油跳ねるとさ、溶けちゃうっていう。あ、そうそれ。え、こんなもんこんな跳ねるもん。え、すげえ跳ねてる。すげえ跳ねてる。踊ってる。一個ずつしかやれないね。で、中火だよ、中火。中火で2分ぐらい。はい、焼きまーす。焼きまーすとかそういうのやってないね。今更じゃん。切りまーすとかやってないね。超無駄って。全然ダメだよ、これまた再生数伸びないやつ。ね、トミーさんがハンバーグを焼いて、自分のやっていいのね。じゃあトミーさんの先に自分の焼きます。トミーさん2分か、中火で2分くらいで弱火に8分から10分焼くだって。裏返す、こんがり焼けたらひっくり返し、蓋をし焦げ目がつくまで焼くだって。蓋あんの
あ、ある、ある。オッケー、オッケー。はい。クラッカーにしてる。ああ、もう2分ぐらい経ってる。ちょっと行け。あ、いけた、すげえ。すげえ、ハンバーグ。ハンバーグもすごいね、これさ。オムライス、オムレツのようにひっくり返して。すごいね。で、弱火にするんじゃない？大丈夫。これで混ぜるもんね。あの、玉ねぎ炒めます。玉ねぎ炒めます。すごい、ね、2つんで、2つんで。出して、パッと食べてる。すごいね。はい、玉ねぎの炒めはご自由にって書いてありますよ。はい、やっぱね、玉ねぎきつね色ぐらいになるまでやりたいですわ。あれ時間かかってる？そりゃそりゃ、これ蓋先違う。鍋の蓋でしょ。フライパンの蓋じゃないや。ハンバーグ直に触ってきても大丈夫。まあ、大丈夫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 、火を止めて塩、酢、砂糖を入れ混ぜる。はい、ソース作り、どこの調味料をフライパンで温めて完成。ちょっとよくわかんない。自分で書いて言ってるよ。ちょっとよくわかんない。ちょっとよくわかんない。塩、砂糖、酢、お酢も入れるんだね。塩大さじ1、塩大さじ1、大さじ1だから結構か。さっき小さじでしたよね。はい、大さじ3、3じゃねえ、大さじ1入れました。砂糖を大さじ1、砂糖大さじ1。これやっぱ分けてた方が楽ですね。うん、あの料理番組でよく分けてるじゃないですか。危ない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 。砂糖大さじ1。砂糖大さじ1。付け合わせの野菜ね、これ2人分だから。トミーさん、独り占めしないでくださいね。はい。で、なんだっけ、コンソメ。酢大さじ1。酢大さじ1。もう大体だ。大体で、あ、聞いてもいいんだって。あれ、お酢入れすぎたかな。はい。で、胡椒ね。胡椒かな。よいしょ。胡椒はないんだ。醤油大さじ2だって。それ難しい。あ、違う、醤油と酢と砂糖とコンソメはまた別でやるんだ。ん、具はこれで完成って、具とソース、あ、ソースとまで別なんだ。めんどくせえ、一手に作っちゃおう。、まあ、ソースは別で作んなきゃいけないじゃん。ディアボロ風はなあ、めんどくせえな。なあ、料理行ってない。料理大変っすね。すごい、ね、これ全然漫才ポーズでやってねえじゃん。いや、今で俺全然漫才クッキングポーズでしてねえじゃん。ただ単に料理初心者が料理してるわけ。今ちょうど時間ぐらい。あ、そう。できました、トミーさんのハンバーグ。中火やりました。中火ね、中火で2分、あと2分、絶対にずっといんだよな、これ絶対にずっといんだよ。熱い、これ
止めても大丈夫。完成。完成。早いよ、トミさん。トミさん早い、お母さん。お母さん早いよ。お母さん早いよ。お母さんちょっと待ってて、ここからまた8分ぐらいあるから。お母さん。お母さんちょっと待ってて、あんなトミさんみたいに。貢献しません。よくできたな、これ。すげえな。よいしょ、見て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 、ほらいい色、熱っ。こういうとこで魔界っぽいことするわけじゃない。今こそでしょ。見よ、このミノタウルスの肉を使った。ちょっと言ってる意味がよくわかる。弱火で、弱火でコトコト今煮てます。弱火で焼いてます。トミさんにね、冷めちゃうからね、8分ぐらい。あ、この辺もじゃあ綺麗、もう包丁も使わないんで、お母さん片付けてください。お母さん片付けてください。本当お母さん。可愛いね、そのやつを。トミさんやっぱ乙女心あるからいいですね。現在も可愛いパッケージ、可愛いですね。ポン酢も可愛いな。髪の毛と一緒。玉ねぎな、炒めてえな。玉ねぎもったいねえな、半分。あ、ドミさん、玉ねぎスライスする。今洗っちゃった。すいません。玉ねぎスライスして、余った肉汁で炒めます。すいません。非常にやった。え、ちょっと玉ねぎする。まあ、いっか。あれを何分からやったっけ。自分こそ数えてないみたい。ね、でもね、大体ね、ハンバーグやっぱね、ちょっとレアぐらいが美味しいんですよ。うんうん、ああ美味しいハンバーグ屋さん行くと大体レアで。うん、ああでも今日の肉はね、お買い得用だからね。なんとも言えないですけど。大丈夫ですよ、大体。だって肉汁、そうそうそう、肉汁がなんか出てきたら完成みたいな話聞いたことありますよ。すごい黒だ、うん、やばくない、どうしたやばくない、完成。完成で、この肉汁を使って玉ねぎを炒めたいと思いますので。めっちゃ生だし。見なかった。あるの？なんで博多の塩だし、いいじゃん、これで。これでいいじゃん。そうだね、あるの。クリッキーつけるんだ、これ。玉ねぎ尽くしだな、今日は。来るね。あ、コンソメ入れるの忘れた。そっか。それからかけたらいい。ディアブロ風ソースのコンソメ入れます。かけたらいいと思う。かけれるの？ちょっと困る。あ、そうか。じゃあ、トミーさんの分かけておきます。こんなもの？え？お酒何杯？え、どこが入れたの？めちゃくちゃって。コンソメ大さじ1 15g。 あ、それは温めれない。こっちは温めれない。次これかけて、はい、あー、やばいな、みたいな。え、大丈夫、魔界の料理。魔界の料理はね。
あれもっと料理うまかったと思うんだけどな、マサル君。昔働いてたんだけどな。やっぱりね、お皿をね、きれいにするからね、料理の基本なんで。なんかもう、すごい。じゃあ、完成です。ディアボロブハンバーグ、完成でーす。上、完成でーす。はい、ディアボロブハンバーグ。全然ディアボロブ。サイゼリアってこんな色だったっけ。サイゼリアってこんな色だったっけね。多分味は大丈夫だと思いますかね。早速実食ね。テイスティングですよ。テイスティングタイムです。トミさん、トミさん食べれんのそれ。トミさん、ああ大丈夫だ、食べれんの、食べれるんです。トミさんエプロンつけたまんまだね。まずはね、じゃあね、付け合わせの人参から食べますか。大丈夫、まず人参から食べます。あ、美味しい、美味しいね。ハンバーグどう？美味しい？あ、一応焼けてるね、ちゃんと。美味しいじゃん。ちょっとしょっぱいけど。ん？スパイスの塊に。オールスパイスの塊に当たった？当たった。当たったじゃん、当たりだよ。ほとんどオールスパイスに当たってる。それ当たりで。びっくりした。びっくりした。ちゃんとできてますよ、ほら、うん、ほら家かな、人間のみんなに食べて、ほら、はい、なんとかグライ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 、見た目はグライけど、あ、美味しい、うん、これ美味しいよ。ソース、ソース、うん、うん、うん、美味しいね、美味しい、うん、でもやっぱカリフラワーカリフラワー美味しいよ。はい、そんなわけで食べてるあれもあれなんで、今回は赤いねジェネラルクッキングディアブロフーハンバーグを作ってみました。大成功。そんな感じ。はい、やっぱりね、魔力があればね、何でもできるんでね。また新しい料理挑戦していきたいと思います。そういうわけで、はい、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしく、いいね、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。